んなところで私も食事食べれるように仕事頑張ったらなりました。うわー、すごいな、めちゃくちゃうまそう。まあ、サラダとかもそうですね。あれわかる？今話題になってた大谷翔平。大谷翔平？わかるか。使っていいの？食べない好きなようにやらせてからまだ料理の腕が上がったんじゃないかな。手探りというか、まあまだこの経営者じゃないというか。俺はマジで感動してるんですけど、視聴者いて喜んでないな。それなんか面白い話だから俺納得してないです。俺はまたこうやってお金持ちに利用されたんだな。こんなところで私も食事食べれるように仕事頑張ったらなりました。おめでとうございます。なっちゃってなっちゃっていや、これは実は斎藤さんに会合が決まったことあるんですよね、はい、で、まあ、斎藤さんってまあ俺お友達なんだけど、建設業飛びから中卒だよ。すごくね。高卒です。高校どうですか？高校どうなってる？いや、そうでしょ。じゃあもう友達じゃないよ。じゃあもう友達じゃないよ。あと卒業してますね。で、俺今日2回目なんだけど、実はこう斎藤さんの店なんですよ。野球見せるかな。鉄板ダイニングスメラリー。鉄板ダイニングスメラリー、校庭の校みたいな感じ書いて、校庭の校ですね。はい。で、伝わってますね。持ってます。校庭の校ですね。はい。で、ゴルフ一緒に行って、まあ、お付き合いじゃないですけど、まあ、これちょっと今日行きましょうかって、まあ、せっかくだからちょっと今急遽カメラ回そう。あんまりにもないな、料理がすごいし。だけど俺が何聞きたいんだよ。それだけやっぱ成功してるから、そのなんかやばい話をしたいですね。なんかそういうやばい話はないですけど、やっぱよく機械見えてやっぱちっちゃいじゃないですか。人口が少ないんで、愛知のやっぱり横つながりってすごい大事なことじゃないですか。はい。だからそういうのってあるんですか？逆に世間が狭いもんで、なかなか東京や愛知とか人が比べることないんですよ。顔バレしちゃうんですよ。ああ。めちゃくちゃうまそうだなこれ。これめちゃくちゃうまそうだな。何なんですか？お肌のソテーです。で、お下パンでしょ？はい、パンです。パンに、はい、ソース2種類をかけたんだ。パンにフォアグラです。フォアグラをのせて、はい、でソース2種類ですね。これなんですか？ここは基本コース。コースが基本多いです。あ、コースじゃなくても頼めるんだ。はい。1人予算どれぐらいですか？まあ一番多いのが15000円ぐらい。それ食べれるが多いです。なんでこの店やろうとしてなかったの？いや、俺それも聞きたいな。まあ、飲食でバーってやって、工場やって、鉄板焼きを食べに行って、知り合って、はい、僕もなんか、その時何かしたいなっていう、とっつぁんの時に、彼も、こう店やりたいんですみたいな、はい、ああね、彼が、はい、名前出していいですか？はい、名前出していいですか？服部です。服部さん。めちゃくちゃごついね、なんで、なんかどんなかっこいいから。あ、あれです。野球？はい。だってゴルフもそうだね。めちゃくちゃ飛ばしとったもんね。はい。はい。体使ってスイングも体。何歳から料理目指した？え、でも18ぐらいかな。もうすぐ18。はい。今この人が好きだ。今おいくつですか？今年35です。平成元年生まれ。めちゃくちゃ長いこと料理人されてらっしゃるんですね。はい。マトリ君の実家が梨園なんです。梨みたいな、梨の梨、食べる梨。コロナとついで、梨はどうなのって聞いたら、もう虫がめちゃくちゃ大の苦手でみたいな、虫が苦手で。ああ、実家へと戻らない。長男。長男。親父の、父の代で終わりです。俺はもう手伝いだったの？でも、はい、全く、父親ももうおじいちゃんの代から引き継いだので、その時やりたいことがあったらしいんですけど、強制的な時代だったんで、だからまあ、子供には。したいこと。建設でも10年やってればまあ一発ですもんね。なかなか10年やってる人いないですけどね。曜日時にだけなんですけど。やっぱりここででも好きなようにやらせてからまだ料理の腕が上がったんじゃないかなっていうのです。それ食べとって。はい。自分で考える力もついて料理に対しても研究熱心なんで。もうなんか経営者の目線になりましたね。あ、そうです。もう自由にやらしてる。いやー、もうほぼ厳しいこと言ってる時あるんですか？ないですかね。いい意味でないです。最初はね、お互いいろいろ考えて、盛り付け方であったり、飲食ぐらい出してるのに美味しく食べたいじゃないですか。だけど、やっぱりその子に対してお皿であったり、盛り付け方であったり、お皿がすごいなと思いました。おしゃれだ。ありがとうございます。したいこととどう思ってると、まだまだ自分のあれには追いついてないですね。うん。何これ、うまい。マジです。パンなんだね、それは。はい。パンで、はい。染み込むんだね。もう途中から言うことなくなったっすね。あ、マジですか。僕なんか素人が口差しするレベルじゃない。いや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 。自分のここをやって初めは本当にわからなくて。手探りというか、まあ、まだこの経営者じゃないというか、感覚が、ほとんど働いていただけなんで、ここでやらさせていただいては、社長がこういう方なんで、この何も言わないんで、まずは自分で考えなさいっていうところから、初めはマジかっていう感じで、そう、もう何もやっていいかわからないですよ、ただ単に来たお客さんに満足してもらうように言いながら、でも、従業員今、ちょっとカメラ目線で言ったよね、CM じゃないからね。だんだん回数が増えてます。今俺いいと思うみたいな感じで言ったでしょ。でもめっちゃ聞きたい。本当わからなかったんですけど、まあ社長はもうずっと何十年もその経営者としてやってるんで、やっぱりこう考えてるところのステージが全然違うし、僕らが言っててもこう伝わらないのとか、こう言われてても。しっくりきてない部分がもちろんあって、けど本当にまあ社長が辛抱強く待っていただいたっていうのもプラス、まあ今も待っていただいてる最中ですけど、プラス僕もこう必死にこうなんだろう諦めずにやっていって、今そうなっていくとこうお付き合いも長くなってくるじゃないですか。急に出会ってからお店やってる、まあ初め本当にそこがなかったんで、これもういい話は全部カットなんですよ。本当の話。料理人として育てたいっていうのは、ああ、それ任せといいよ。経営者としてもらったらいいの。ありがとうございます。別にこちらくちゃさんで足をこしょって都合のいい社員が欲しいわけじゃないのさ、ロボットが欲しいんじゃなくて自分で考えていくスタッフが欲しいわけですね。結構若い時からそれじゃ投資してると思うんですね。本当ですよ。3600万ぐらいですよ。7、8年前で。その時当時何歳ですか？36。僕が30歳いってないんで。マジですか。これまたうまそうだな、これ。ちょっとこれ気になった。でも俺今日こんな話がしたんで、なんか俺 CM 来てるわけじゃないからね。なんかさ勘違いしちゃいないから、俺店の宣伝来たわけじゃないけど、ちょっとこれはさすがに気になるわ。これは何でしょうか。伊勢海老ですね。伊勢海老。伊勢海老。どういう料理ですか。何をするんですか。まあ簡単に言うと、はい、グラタンです。グラタン。はい。いやー、俺これ絶対うまいと思うよ。美味しそう。もう手つきがやばいね。簡単に言わないとわからないと思ったので簡単に言ってくれた。はい。そうですね。なんかこう複雑に料理説明するの、なんかね。ああ、そうだね。味が物語るとか。やっぱり絶対うまいでしょ。すごいな、めちゃくちゃうまそう。あ、これ本当やばい。まあでも鉄板焼きのいいところはそこですよね。あ、匂いがこうちょっと。目で匂いで。でもじゃあこの店はどういう人が来る？家族で来るのか、家族で来られる方もいますけど、その近所よりもやっぱりこう経営者のご家族で来る。結局社長さんの家族で来るとか、家族で来る方いますよ。会社名は出せないですけど、本当に多く。はい、大手でもなんか、まあ、三重県の方だけかなと思ったけど、東京本社のご依頼さん来たりとか、本当にすごい、本当にすごい人、やばいです。もう恐れ多いです、本当に。はあ、そういうのは、挨拶もしにくいですか。いやいやいや、恐れ多いです。あれ食べるんですか。一応、もう身は一口サイズにカットしてますので、これでお箸で食べてください。で、最後ソースとお味噌おいしいんで、このちっちゃなスプーンでこうすりながら。これはちょっとあれだな。でもテレポじゃなくて、あなた食レポ。食レポ。テレポです。できないよ俺。うわっ。これうまいな。うまいっていうか、そのさ、何、高級料理でたまに味がわからんだけどね。あれもなんかちょっと美味しい風にしといた方がいいな、はい、空気で美味しいって感じる時あるじゃん、はい、じゃない感じみたいな。本当にもう本当に子供が食べても美味しい。なんだろうこれ、何のソースだろうね。グラタン、クリームソースの中に、うん、マッシュルームと玉ねぎ。ああ、本当にもう馴染みがある味だね。はい、馴染みがある味の最上級みたいな感じだね。だからそうだよね、なんかね。何ですか？壁。あ、なんですか？話題です、今話題。誰ですか？今話題の。ちょっと誰ですか？誰だと思いますか？誰ですかこれ？誰？バって書いてある。誰？わかる？今話題の大谷翔平。大谷翔平？違う。バって書いてある。いやいや、バってどこに書いてある？バだよなこれは。誰？長州力？長州小力？じゃなくて、北です。北坂。え？あるじゃん。HG がもうしかわからん。HG の方は HG ラモン。レイザーラモン HG の真似するぽっちゃりの人。RG。何ですか？お名前が広い人です。北島三郎。ああ、そうそうそう、ここら辺の。もう教えて。細川隆さん。細川隆、マジ？来た。そうでしょ。コピーでしょ。何ですか、知り合いで？四日市も美味しいって。いや、ゴルフ数回見てて、はい。で、ここにこれ誰かわからなかったんでしょ。マジですか？あ、え、だからもう焼いてて、僕もやっぱこういう経験がないんで、これ多分一般人じゃないなと思って、従業員全員にしっかりしてる。え、もうね、雰囲気でわかるんですよ。もうオーラ半端ない。はい。もう一般人じゃないなと思って、全然違う。わあ、ゴルフ。あ、でもゴルフウェア来たんですよ。誰か分かってないですよ。細川隆分かってないのに、やばいなと思って従業員に全員声かけて、ちょっとちゃんとしてって、何かあったら呼んでって言って、案の定呼ばれたんですよ。で行って、なんだろう、今の芸能人だとこう隠れるじゃないですか。はい。バレないように。はい。あの世代はもう俺だが強いんで、分かるかって言われて。やばい、分からんと思ったんですけど、バーンと頭回転して、まさかあの方ですかって言ったら、自分から名乗ってくれました。あ、マジっすか。お、そうだ、俺が細川。これ使っていいの？これ使っていいの？名前も聞いていいんだよ。はい、OK いただいてるんで。あ、マジっすか。言っていいよ、SNS も上げていいよ。へぇー。今朝上げさせてもらって、僕の目の前で演歌だったんで。あ、そんなサービス精神あるんだ。ありましたね。その関係値にもよりますよね。だから実際やってないお店もありますし、お好み焼き焼いたりも全然あります。だからこの高級店っていうだけに絞らず、また次はじゃあお金払うのが商売だからね、本当はね。っていうのも、そういう目線で言うと俺はマジで感動してるんですけど、視聴者は今喜んでないな。なんか面白い話聞かないな。ちょっとみんないい話しすぎ。いや、そうなんだ。やっぱ視聴者ってさ、不幸な話を聞いたがってるから北海道、じゃあ他にやばいじゃんお客さんっていう話で、これどこまで言う？いや、いいよ、編集聞くわ。一回言って、ここまでやばいって練習見て、こことここだけ削ってくださいっていうのありで。けどまあ僕が持ってるより絶対になんかないですか。最初サムネは強力ないですよ。これどうやって食べるの？こうやってあ、こうしてこれ食べる。おこげ苦手じゃなかったらおこげです。ちょっと苦いですけど、なんかお味噌入ってるんで。あ、いや、味噌好きなんですか。なんか味噌とエビ一緒に食べたらまた味が変わって美味しいですね。あ、この味噌と。うん、味噌と。上はグラタンのソースで、下は味噌とグラタンのソースで。おお、これ映えるね。すごい。あ、何のためにやるって、その香り付けの。はい。香り付けです。何そのドヤ顔なの。何そのドヤ顔なの、なんか。はい、そうですよ。軽くです。気持ちよさそうじゃん。めちゃくちゃ気持ちよさそうじゃん。ドヤ顔してるつもりないですけど、毎回写真撮ってもらって、ちょっと見せてくださいって言うと、毎回ドヤ顔です。あ、やっぱお客さんも撮らせてとか言うんだ。絶対言います。それで広げてもらう方が、もう今広告宣伝僕ら1円も払ってないんですよ。はい、大体飲食店で食べログさん、ホットペッパーさんですけど、僕ら1円も払ってないですけど、もう SNS でそうやってあげてもらうものが、ああ、口コミ広がっていっとんなんですよ。水がそういうお客さんがいいと思います。そうそう、もう皆さんとかで、なんか、覚えて、ある程度壊してとか、そんなの悪くない。悪いっすか。じゃあ、僕みたいな人は絶対いないです。ないですね。さゆさん、僕みたいなやつは絶対いないですね。いないですね。もうモザイク取れ、モザイク取れ。もうモザイク取れ。あとは女性と男性で口のサイズも違うんで。あそこまで子供おる。はい、やっぱそういうの。サラダとかもそうですね。女性の口のサイズで全部計算して。どうぞ。あ、すみません。あ、そうそう。一応一番大事なのがある。じゃあ俺すみません。座ってていいですか？あ、で。それ。探ってくれてる。動きって感じですか？ドリルと動きですね。はい。タップまでやってくれる。一つの機械でそこの。普段からのとこまでやってくれるかなと。全然楽しくないですね。すいません。カメラのアプリ一つだけですか。全然面白いです。俺も気づいてました。一番面白いやつに来て、今日も人現場で終わったらカフェをやるかもしれない。4分みたいかな。これで一発の不要。これ車高障害ですね。すみません。ちょっとでも視聴者の皆さん、ちょっと一回締めていいですか。で何って俺納得してないです。俺はまたこうやってお金持ちに利用されたんだな。あ、違う。だから俺またお金持ちに利用されたのか、俺。これお金持ちに利用されとるんか、桜子。だっての話してるんですね。だってダメ。ダメですな。だってダメ。いやいいですよいいですよ。だっての話。大江さんがそんな話は視聴者聞いとってもつまらんと。はい。もっと大な話ないんだっていうことじゃないですか。はい。ただ。僕たち YouTuber じゃないんで、視聴者を喜ばすような話じゃないですよ。こっちで、もう俺が言うよ。はい、視聴者の皆さん、でも俺ね、まあ分からないけど、ちょっと締めたら、まあちょっといろんな面白い話もできるかなって、まあ俺いろんな話も聞いとるから、ちょっと今日出てこなかったですけど、別に俺ね、自慢でもなんでもないと思うし、別に人にね、偉そうにこだわって、YouTube に出させてね、この俺が撮らせてきたやつだからさ、だから本当になんかこうやって人ってまあ切磋琢磨する。たまたま俺も友達、瀬さん友達。家のとこになんか何や来るなと思います。ちょっとこのバトルではまとめてないかな。失礼しました。今回。ちょっとまあ他の動画でやってると思いますけど、プロテイン事業を今ちょっと一緒に動きましょうっていうのでやってるのと、あと4月19日に瀬さんも来る。ああ、来てくださいよ19日。エッセンス勉強会。あ、前言ってましたね。はい。エッセンス勉強会、別に本当に儲けなしでやるんですよ。本当5000円とか1万円の会。5000円です。5000円の会でやるから、まあ本当そこの席代だけの感じでやるんで。なんかそこがなんかコミュニティみたいな感じで、周りになんかいろんな将来のやつが集まって、なんか面白くなったらいいなと思ってますので、ぜひ参加してください。最後ちょっと僕支援させていただきました。申し訳ございません。じゃあみんなでせーのでまた見てねお願いします。せーの、はい、また見てねー。あ、しゃ。ああ、また一緒ですね。チャンネル登録お願いします。